はい、皆さんこんにちは。今日は立ち上がりですが、このように長椅子やベッドから立ち上がるところを説明していきます。普段皆さんしっかりと立ち上がれているでしょうか？ついつい良い側で偏っていないでしょうか？さあ、その辺を今から説明していきますね。はい、それではこのように長椅子に座った状態、麻痺は左側にあります。左側にあって右手で支えている。つい立ち上がるときにこのようによっこらせと立ち上がっていったりとか、前に体重移動しないといけないからということで、ずっと前に行ったまんまと立ち上がって、こっちのいい方の足ばっかりが頑張ってはいないでしょうか？左側に乗せなきゃいけないということで、左側に体を持っていくんですが、足が外に開いてしまったりしていますよね。これではいくら行っても足に体重が乗ってきません。ではどのようにするのか。まずは足の位置ですが、あまり広すぎてもいけませんが、肩幅ぐらいの足の位置にちょっと修正してあげましょう。そして足がこのように開いてしまう方多いですよね。この場合には良い側の手でゆっくりと股関節からですね、この付け根から動かすようにして、足の位置が真ん中に来ているかを確かめてください。そしてこの状況で離すと、またこのように開いてしまいますから、寄せてきた状態で麻痺側のお尻に体重をゆっくり乗せてきます。そして胸を膝の方に近づけるようにゆっくりお辞儀をして、ベッドや椅子を持ちながら中腰まで立つ。この時に麻痺側の足がしっかり支えている感じであれば大成功です。ついついいつも立ち上がる時に良い側に偏ってしまったり、急いで立ち上がってしまうこともあると思いますが、練習でもいいので、しっかりとこの動作が確かめて、麻痺側にしっかり体重を預けることができれば、これから歩く練習をしていく時などにもしっかりと麻痺側を使うことができます。立ち上がりでうまくいってない状況では、いくら歩く練習してもうまくいきませんから、まずは徹底して立ち上がりを確認してみましょう。リハビリを頑張りたいけど体の変化が実感できない人に向けた朗報です。変化が実感しやすい自主練が自宅でできる一人でリハを今なら無料で体験できます。詳しくは概要欄をご覧ください。頑張っても成果が出ないのは頑張り方を間違えているから。正しいリハビリで成果を実感しませんか？